はい、皆さんこんにちは。今回は、ジムを改造していきたいと思います。でどこ改造しようかなという話なんですけども、この設定画を見るとすごくかっこよく見えるんですね。でここすごく長くなってるような感じがするので、この胴体前後上下ですね、上下に 1.2 ミリずつ、プラバンで延長して、ここの下をちょっと切り替えて、この下に 2.4 ミリ延長するとこんな感じになるんではないかと。でこれ見てると結構すね部分は短いのかなと、このままでいいのかなと思うんですけど、太ももがなんかキットの方が短く見えるので、太ももをちょっと延長しましょうかね。1ミリか2ミリかちょっとやってみないと分かんないですけど、あとは二の腕ですかね、二の腕ちょっと短く見えるので、ここも 1.2 ミリ延長と。でトサカがなんか上にピョンと出てる感じがするので、ちょっと削り込んでちょっとだけ低くしていきましょうかねっていう感じですね。ではこの定番の肩の裏にプラバンを貼って、まあ、ここのスカスカ感をなくすっていう感じですかね。ではやっていきましょう。改造が終わりました。あとは表面処理とかいろいろしないといけないんですけどね、塗装前に。まあ最初の動画の最初の方で言ってたように改造してみました。 0.5 ですね、 0.5 を3方向貼ってます。まあ説明書のこいつですね、こいつにまあスタイルは近くなったような気はします。で、まあ、トサカ低くすると昔のアニメのジムのような頭になったような気がしますね。
かがでしょう。ちょっと肩がなんかここら辺が大きいような気もしますけども、まあとりあえず仕上げていきますかね。この動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。それではさようなら。